ひっそりと空き地にいるお一人様。いいね、なんか。ほい、それじゃあ、ハク、クエストを。アイラさん、三つの緊急依頼とはまた別なのですが、あの調子堂のご主人からも緊急の依頼が来ているんです。ほら、やっぱり先に受けろよって言う。もしかすると妖怪ウォッチに関わる重要な案件かも。こちらもお忘れなく。うん、いいから早く受けろということらしいから。調子堂からの緊急依頼。段々坂にある調子堂の店主さんから依頼が来ています。緊急のご用件だそうですので、準備ができ次第、向かってください。じゃあ、OK、行くよ。このクエストを受けます。このクエストの目的地ナビを行います。ナビを開始しました。目的地を目指そう。なんかよくわかんないけど、もしかして調子堂のおじさんがピンチ？ずいぶんお急ぎのようですね。段々坂のお店に急ぐだに。ゴーゴー。段々坂。あ、すみませぬ。もう渡っちゃうね。信号を守らねえ悪い子はいねえが。生ハゲ来た。マジかよ。これさ、倒せないパターンのやつじゃないの？ね、多分そうよね。ほら、一発。いいよ。そんな軽快な感じでやられるのか。あゆな、何か言うことあるだに？ルールを守らなくてごめんなさい。反省しているならいいだに。もう危ないことしちゃダメだによ。ほんとよ。しちゃダメやけんね。よし。んで、何しよったっけ。そうそうそう、調子堂へ向かわんといかんねよね。段々坂。さあ、行くよ行くよ。何？そこのお嬢ちゃん、ちょっと待っておくれ。また。どうしたの、おばあちゃん。青葉原駅へ行きたいんじゃが、道に迷ってしまってね。すまないが、道案内お願いできないかね。いいよ。いいよ、私についてきて。すまないね。じゃあお願いするよ。わざわざ自転車の私を呼び止めるとは一体何事かね。おばあちゃん、キョロキョロしてるけど。このなんか見つけてこうやってよたよた寄ってくる様子がすごい可愛いんだけど。さあ、こっちこっち。おばあちゃん、あの丸の範囲に入っとかんかったらおばあちゃんこっちに気づかないわけね。なるほどなるほど。さあ、こっちへ来て、こっちへ来て。おばあちゃん、おばあちゃん、遅いよおばあちゃん。あ、ここ信号変えとくね。帰れねえ。ちょ、待って。はい。はい、青よ。青の間におばあちゃん。信号変わっちゃうよ、おばあちゃん。はよ、はよ、はよ。はい、オッケー。ここよ。はい。到着。着いたよ、おばあちゃん。おや、まあ、ここだよ。ここに来たかったんだよ。あんた優しい子だね。本当に助かったよ。あとは一人で大丈夫だよ。お礼にこれを受け取っておくれ。なになに？小経験値玉を手に入れた。ありがとう、おばあちゃん。おばあちゃんが小経験値玉を持っとるっていうのもなんかあれやけど。へっへっへ。探偵として当然のことをしたまでだよ。うん、いいことをした。え、でもこれってさ、家の方までワープした方が私早いんじゃね？そんなことない？あーさーせん。あーさーせん。ごめんね。はい。ペローン。アイナさんのご自宅までワープしますか？はい。ペローン。よし。これは弟の部屋の方かな。いきなりベランダからガラッて入ってくるっていうね。お兄さんいつも何しようやろ、締め出されとんかな。ちょうど帰ってきたとこなんかな。すごい偶然が重なるけど。あ、これ自動ドアなんや。いつも私ボタン押しよったけど関係ないんやね。近づいただけで開くのか。よーし、行ってきます。速攻で降ろされた。
と全然違う方向行きよったね。お、導きがいるけど、導きがいるけど、今回は見逃します。あー、すいません、今回は見逃します。だって最近あんまりいいものくれんやんね。妖怪と戦わされたりしたしさなんかあれやね、 USA と比べてジャポンの方はあれかい、ウォンテッド妖怪みたいなおらんの。はい、到着。入れてー。来たよ。おじさん、何があったんですか？来たか。お前たちを呼んだのは他でもない。ウォッチランクを上げたくはないか？おお、やっぱり。なんだ、事件じゃないのか。はあ、がっかり。お前さん、分かってないな。そうだにおいな。妖怪ウォッチをアップデートすれば、今までサーチできなかった妖怪も見れるようになるだによ。確かにそれは美味しいな。決めた。やります。よしよし。よし、来た。だがしかし、そう簡単にアップデートしてやるわけにはいかん。お前さんの実力を試させてもらうぞ。よし。うっす。望むところっす。そしたら、これから言う妖怪を倒してきてほしい。倒してほしい妖怪は全部で3匹。こっそり空き地にいるお一人様。内緒の横道にいるタコ恨み。そして、秘密の抜け道にいるキリスギリスだ。キリスギリス久々やな。ふっふっふ、わかりました。ランクアップする準備をして待っててくださいね。その自信はどこから湧いてくるだに？行くよ、ウサピョン。人の話を聞かない。指定された3体の妖怪をすべて倒そう。あ、ちゃんと一応矢印は出てくるね。ひっそりと空き地にいるお一人様。いいね、なんか。この辺？こっそり空き地っていう場所があるんや。へぇ、お一人様ってどれ？これ？なんかすごい、あっちやん。そっかそっか、ちゃんと出るんよね。あれやあれ、お一人様。まずい漢方を手に入れた。やったね。お一人、あ、こっちにもなんかある。アジの干物を手に入れた。お一人様？お一人様ですが、何か問題ありますか？何か問題あります。お一人、お一人様の何が問題だって言うんですか。怒られた。でも多分こうやった方がバトルになるんやろ。お一人様が現れた。あ、なんかこういう感じのカウンター席あるって聞くけどさ、私見たことないんやけど、何屋さんとか行ったらこういうとこあるんやろ。最近さ、一人丸々みたいなする人結構多くなっとんやろ。なんか芸能人の人とかでもよく言うけどさ、一人焼肉とか。絶対そんな勇気ないんやけどね。え、でもさ、そんな勇気ないけどさ、でも一人で気軽に行けるんなら行きたいよね。やべえ、回せてない。だって絶対料金安く済むやんか、特にさ回転寿司とかだってあれで食べた分しか払う必要ないけん。よし。お、やったね、やっつけた。さすがに私も一人マックと一人カラオケぐらいしか勇気はないかな。ね、興味だけはある。順調だにね。この調子で残りのやつも倒しちゃおう。よし、倒しちゃおう。なんだあの子は。ほんと、あと2匹。さあ、どこにいるんだ？あっちの方向、こっちから行った方がいいんかな。んじゃあ、ちょっと。なんか次は横道におるかなんかって言ったよね。その横道とは一体。お、あそこか。こっちからは入れんのかな？向こう側から？オッケー、オッケー。もう、だんだん坂っていう地名やけん当たり前なんやけどさ、すーごい、どこ、ここ？ここじゃないわ。すーごい坂だらけよね。坂っていうか段だらけというか、ここ？お。内緒の横道。お、あいつや。こ、
あ、ミュージックカードね、いらないよ。タコ恨み。トロトロの生地に身を包まれたらどんなに気持ちいいだこう。たこ焼きにならなかった気持ち、お前にわかるだこ。この恨み、バトルで晴らしていいだこ。いいよいいよ、じゃんじゃんぶつけてきなさい。それじゃあお言葉に甘えて、晴らしてやるだこ。よっしゃ、ボコボコにしてやるよ。バトルスタート。いいな、たこ焼き食べたいな。ね、食べたいね。久々に。久々にってつい最近食べた気がするけど。たこ焼きはさ、なんか屋台とかで気軽に買えるのがいいよね。たまになんか車とかでさ、売り寄るのとかにも遭遇するし。いいね、いいね。さあ、いけー、聖剣バーニングなになになに、取り付いたの？誰が取り付いたの？いけー。どうよ。ほら、焼かれるよ。こういったら通った場所も全部取れるってことよね。メラメライオン。ほらほらほら。最近になってやっと知ったんよね。みんな必殺技使えないの？お、これはまたしても。お、必殺技使える。ツリーとか、でも回復は今別にいいよね。まあ一応使うけど、メラメライオン微妙に体力減っとるし。チャージ完了。お、勝利。イエーイ、あと一匹。あと一匹は秘密の抜け道って言ったんかな。順調だにね。この調子で残りのやつも倒しちゃおう。これはどっから戻っ、あっちからか。スーパークロミツを手に入れた。欲しいのとかある。けど今違うよね。今のウォッチランクでは開かない。そうなんよ。やけん。邪魔だよ、狭い道に。誰か仲間になるかなって思ったけど、ならんかった。虚しい。よし、そして次は秘密の抜け道だ。ん？森の中に入っていくの？なるほど。え、あれは一体、どこ？ここ？ここじゃないね。ちょっと待って。あれ？どこから行くんだ、あれ。この敷地から入るってことかな。いや、でも入れませんけど、ここ。こっちからは開かないみたい。別の方向から開くのか？あれ？え、でも、行けなくね？あ、なんかあっち側、あれ繋がっとんかな？ねえ、なんか、回っていけそうじゃない？あれ。通り過ぎた。こっちこっち。ほらほら。同じくあっちの中にさ、繋がっていっとんよ。ほらほら、なんかこの辺。秘密の抜け道やったね。ドイツだ、ドイツだ。ミニ経験値玉を手に入れた。小経験値玉とミニ経験値玉はどっちが上なんやろ。銀のこけしを手に入れた。こいつだ、こいつだ。キリスギリス。君の髪型、いけてないね。カリスマ美容師のこの僕が、バトルで君をおしゃれな髪型にしてあげようか。まあでもバトルだから、はい。とびきり個性的にしてあげるよ。あなたみたいな髪型になったら私は死にたくなるよ。無理だ、あんなガタガタなの。切りすぎですってこんなやつやったんや。え、こんなんだった前も。なんか雰囲気違う気がするんだけど。なんだろうな。よーし、みんな行け。あっという間に3匹終わるじゃん。やったね。みんな最高だね。取り付くよって言われてもやめてよ。さあ、一見ウサピョン、極太ウサビーム。お、いいね、いいね。さあ、みんな取って取って。もうなんか切りすぎです。取り付かれてすごい、ドヨーンってなっとるけど。お、やったね、やっつけた。勝利。
ちょ、ウサピョンが見えてなかったよ、メラメライオンのせいで。頼まれた3匹は倒せたね。調子のおじさんに報告だに。やったじゃん、あっという間じゃん。だんだん坂の調子堂に行こう。お、ここにも。まずい漢方を手に入れた。まずい漢方ありがたやありがたやありがたや。なんか思いっきりさ、畑を踏み荒らしてる気がするんだけど大丈夫かな。よし、帰ろう。あ、そっか、ここで結局は階段になるんだな。意味がない。よし、じゃあこっから。行きまーす。でも自転車って止まりにくいけんね。ちょっと、使うところは考えんと、ちゃんと。思いっきり車にぶつかったよ。事故だよ、事故。なんかさっき二人並んで椅子に座っとった人らがおったけど、微笑ましいね、ああいうの。なんか中学生の時に、私らがちょうど通学する時間帯にさ、必ず自分家の家の前に椅子を出して座っとるおばあちゃんがおったんやけど、めっちゃ可愛かった。いつもおはようございまーすって言ったよ。さあ、できたよ。全部倒してきたようだな。楽勝っすよ。よしよし。うん、それなら問題なさそうだな。妖怪ウォッチを強化してやろう。やったー、お願いします。それじゃあちょっと妖怪ウォッチを貸してみな。はいはい、どうぞ。さあ、強化しておくんなまし。時計愛って書いてる。あの時計めっちゃでかくね？ねえ。すごいね。メガウォッチ入荷。何メガウォッチって。あのでっかいやつのことかな。妖怪ウォッチのランクが C ランクになった。これでワンランク上の妖怪たちが見えるようになったはずだ。あゆな、やっただにね。これでもっと多くの妖怪と友達になれるだによ。うおー。まだ見ぬ妖怪との出会い。これは楽しみですな。調子堂からの緊急依頼、バッチリ解決。やっただに。やっただに。ってことで、ルーレットボーナス。はい、来たー。スタート。さあ、来い、何かしら。身代わり人形とかかな。どうだ？おぉ、ね、最近言ったものが必ず当たるんやけど、やばくね？私の運やばくね？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。